デリック・エティエンルは、アメリカ合衆国出身のハイチ代表サッカー選手。コロンバスクルー所属。ポジションは MF。ニューヨークレッドブルズのアカデミー出身。2015年3月28日、ユナイテッドサッカーリーグに所属する、リザーブチームの試合に出場し、プロデビュー。5月24日の FC、モントリオール戦でプロ初ゴールを決めた。2015年12月21日、 トップチームであるニューヨークレッドブルズとホームグローンプレイヤー契約を結んだ。2019年8月8日 FC シンシナティにレンタル移籍。2019年シーズン終了後レッドブルズを退団。2020年2月4日コロンバスクルーと契約を結んだ。アメリカで生まれ育ったが配置代表でのプレーを選んだ。エティンヌ一家では 父親当時に次いで3番目の代表選手となった。2013年、パナマで開催されたコンカカー冬マイナス17選手権に出場した。2015年にはジャマイカで開催されたコンカカー冬マイナス20選手権に出場した。その後、U-23 配置代表にもメンバー入りしている。 2016年11月9日、カリビアンカップ2017予選3回戦のフランス領ギアナ代表戦で A 代表デビュー。試合には5から2で敗れた。2017年1月8日、カリビアンカップ2017予選5位決定プレイオフのトリニダード・トバゴ代表戦で代表初ゴールを決めた。バージニア州リッチモンドで生まれ、ニュージャージー州パターソンで育った。 同名の父親デリックとおじのダレルはいずれも元サッカー選手でハイチ代表歴がある。妹のダニエルはハイチ女子代表サッカー選手。ニューヨークレッドブルズ2ニューヨークレッドブルズ。ありがとうございます。